こんにちは、プロドリフチャンネルです。スラッと伸びていて、いい香りのするこちら、ウエストリンギアと言います。別名オーストラリアンローズマリーと言いますが、こちらにあるローズマリーの親戚かと思いきや、全く親戚関係はありません。ただ草の姿とか香りが似ているということでローズマリーとついていますが、全く別の植物ということです。よくお日様の当たる場所で管理をしてください。水は乾いてから加湿、水やりすぎに気をつけてください。そして肥料は春と秋、観光性の肥料をやってやるとどんどんと大きくなります。そのままにするとどん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 大きくなっていくのですが、下の方からだんだんに枝が枯れてきます。葉っぱが枯れてくるので、花が終わったら思い切って高さの半分ぐらいに剪定をしておくと、また下からいっぱい葉っぱが茂ってきて、下の方が寂しくならないで育っていくので、そのまま育てて大きくするのも良いのですが、時には思い切って剪定してみるということも大切です。丈夫で育てやすい植物です。そして風でいい香りもするので、ぜひお庭に使ってみるのもいいのではないかと思います。